外国人の延べ宿泊者数順調に伸びているという状況でして、8月としても過去最多の宿泊者数ですし、8ヶ月連続で最多の更新ということでございます。国内の観光客が人口減少や物価高などで伸び悩む中、仙台空港と台湾などを結ぶ定期便を利用した外国人観光客は好調。県内に宿泊した外国人の数は今年1月から8月までで49万人を超え、一月ごとの宿泊者数も最多を更新し続けています。一方で深刻なのが、それを支える働き手の不足です。今年4月から9月までの県内の宿泊業の新規求人数は1124人でしたが、就職者は152人にとどまっているのです。法体制などでこう労働時間が、一定でないというようなこともありますので、求職者ニーズとのこうミスマッチというのは実際こう存在しておりまして、充足しにくい傾向もあるのかなというふうに見ております。松島町の老舗温泉旅館小松館甲風亭です。人手不足を乗り越えるため、2年前から人間だけではなく IT の活用を始めました。事務所内に設置されているのは、顧客情報などを一元的に管理できる大型モニター。以前はホワイトボードを使っていたのですが、以前はですね、このホワイトボードに当日のお客様の情報を記入していまして、お客様が多いですと1時間ぐらいかかることもありました。事務作業にかかっていた時間を接客に回せるようになりました。その接客担当者が身につけているのはインカムとスマートフォンです。車椅子のお客さんはまだ来てませんので、よろしくお願いします。最新の顧客情報をいつでもどこでも確認でき、到着時刻や食事内容に急な変更があればスタッフの間ですぐに共有し対応できるようになりました。今後は翻訳機能がついたパネルをフロントに設置し、外国人宿泊者への対応も効率化を図りたいとしています。こんな旅館だったら働いてみたいなと思ってもらえるような旅館にすることができれば、人手不足も解消していくのではないかなと思いますので、こういった事業に取り組んでいい旅館を目指すところから始めていきたいと思います。一方、自治体として人手不足解消に乗り出したのは仙台市です。今年5月、仙台観光国際協会、そして求人アプリサービスを運営するタイミーと連携協定を結びました。タイミーが提供しているのは、短時間単発で働くスポットワークと呼ばれる働き方。この新しい働き方が忙しい時だけ人手を確保したいという事業者の助けになっています。失礼いたします。お掃除でございます。太白区秋保にある緑水亭です。コロナ禍でも人員削減は行いませんでしたが、宿泊者が戻るにつれて忙しさに耐えられず退職してしまう従業員も出たといいます。観光業界がすごく静かになってしまった時、結局営業していても暇なわけですよね、現場が。そういう経験を一度するとですね、やっぱり人間それからまたエンジンをかけてコロナ前に戻す、自分の体とか感覚を戻して仕事をするというのがすごく時間がかかってる。こちらでは客室清掃を行う朝と夕食を提供する夜の忙しい時間帯にスポットワークを導入しています。
ずっと固定のメンバーではないっていう、まあ、情報からまず先に入ってきてましたので、果たしてそれで仕事が回るのかどうかっていう不安がありましたが、うちの職場を気に入っていただいて、長く、まあ、回数を重ねて仕事をしたいってい こう考え方になってくださった方が何度も登録をしてくださっているので、そこはすごくありがたいなと思っております。スポットワークの便利さを感じつつも、コロナをきっかけにサービスや働き方の多様化も求められ、今後の在り方については頭を悩ませていると話します。外注費にかかる経費ゼロだった部分が今はかかっているわけなので、やっぱりそこは、まあ、かけなくてはいけない経費という考え方で、ただバランスもうまく取っていかなければならないので模索中ではあります。もう少し背筋をピッと伸ばして頭をこう引っ張られる感じで綺麗に立って、いらっしゃいませ、せーの、いらっしゃいませ。仙台市は仙台観光国際協会を通じてタイミーを導入する事業者にシステムの導入費などとして最大10万円を補助。さらにタイミーを介した働き手に対しては、旅館・ホテル業界で必要なマナーやベッドメイキングといった技能を身につける研修を実施しています。短時間単発のスポットワークでありながらも、働き手の質と継続性を担保して人手不足解消につなげたい考えです。1時間から働けるっていうことですね。これまでそういったアプローチってなかなかできなかったんですが、かなり可能性が高まると思っていますので、こういったところに期待したいと思っています。